はい、京都丸だけ飯チャンネルのナベッキーでーす。今日ね、2月23日、水曜日かな、祝日。ルヴァンカップですね、今日は。ね、前ね、先週土曜日、ね、はリーグ戦で、大雪開幕戦ね、浦和レッズ1対0で勝利したんで、そのね、まだ、余韻が冷めやらぬ、まだなんか3日ほどでね、こちら今日はカップ戦、お相手は柏レイソルですね。いやー、でも前の試合の時ほんまにね、1対0でね、もうね、優勝候補の浦和レッズ、ちょっとね、あのコロナとかでちょっと選手層が揃ってない、とはいえでもね、やっぱ宿敵強敵浦和レッズに勝てたというのがね、すごいサンガの選手とサポーターのね、すごい自信につながって今年やってくれるかなと思ったら、その中3日4日の、ルヴァンカップ、柏レイソル戦ですね。さて今日のスタメンどうなるのかね、中、3日4日程度でね、この間と同じようなスタメンで来るのか、それからターンオーバーしてくるのか、すごい楽しみですけど、まあ、スタジアムの方向かっていきたいと思いますけど、今日の方ね、方も、このマルシェの方いっぱい、出てますんで、またなんかね、食べていこうかなと思っております。はい、これ JR 神岡駅のサンガスタジアムの反対側のね、方の降りた駅前なんですけど、ここにね、いつも宝くじ売り場があってね、宝くじ売り場の方、いつも、試合前にね、スクラッチだけなんですけどね、縁起担ぎで買っていってるんですよね。それではちょっと、スクラッチやっていきます。はい、スクラッチの結果ですが、1枚ずつ買っているんですけど、1つがね、5等の200円ですね。200円で200円返ってきてるから、ね、勝率いいですけど、もう1つのね、ワンピーススクラッチの方は、200以上なれば当たりなんで、30の70の190で、これ外れですね。でもね、2枚買って、1枚買ってくるってなかなかね、高確率ですね。今日は、勝てるかな、これで。今日ね、ちょっとバイクできたんでね、JR できたんじゃないんですけどね、ここ、柏レイソルね、ウェルカムボード出てますね、ウェルカムボードやね、柏レイソルサポーターね、皆様、ようこそ神岡、ね、これ毎、あれかな、全チーム作ってくれたのかな、すごいな。それとね、神岡駅今ね、これ、あれあれ京都流れてるんやね、すごいな。前、去年まで流れてなかったような気がするんだけど、気のせいかしらけど、まさかね、JR 神岡駅のね、これ BGM で、このサンガのね、あれあれ京都流してくれるとは思ってもみませんでした。まあ、これね、柏レイソル、今日はルヴァンカップかな。すごいね、ほんま、いろんなとこ、応援してくれてね、ありがたいですね。それではね、ちょっとスタジオの方向かっていきます。さて、これ、サンガスタジアム前にね、出てる、亀岡マルシェなんですけどね。さあ、今日ちょっとね、何食べていこうかなーって、言ってたんけど、この間ね、こたつ班がね、やっぱり開幕戦来てたみたいなんですよね。で、こたつ班もね、ここでね、マルシェで食事したって、コーヒー屋のうっとりさんのね、ここの屋台のね、焼きサバ寿司食べたかったんですよね。なかなかよう分かったはずなんですとは、うん。今日はね、焼きサバ寿司食べていこうかなって思っているんですけど、他ね、で、この間ね、食べたね、フレンチのね、オードブルかな。めちゃめちゃ美味しかったんですよね。これ、ホームタウンっていう、フレンチの、キッチンカーなんですけど、ちょっとね、この間美味しかったですよって挨拶してね、今度ね、取材だけで、許可もらったんで、ちょっと今度取材しに行こうと思ってます。それではね、今日は、こたつ飯も食べたね、この焼きそば寿司で食べていこうかと思ってまーす。はい、これね、こたつ飯も食べたね、焼きそば寿司ですね。コーヒー屋のストーリーさんとこのね、なんか、お家の屋台なんですよね。で、なんとね、お味噌汁もね、サービスでついて、このお味噌汁なんかね、寒い時限定って言うたあったね。それではね、焼きサバ寿司、ハーフ、600円ですね。さて、どんな感じかな？うおー、すげえ。うわー、なんか脂っこい、いい感じのね、お寿司ですね。それでは早速、いただいてまいりまーす。
うわ、これすごい分厚い焼きサバと、うわ、これ生姜かな、乗ってるんですね。うわ、これ大きいな。これでね、5切れ入ったって600円ね。これハーフやからね。これね、1本のやつだったら、なめだ、100円かな。うん、すんやけど、すごい美味しい。これすげえ分厚いな。いい感じのね、焼きサバ寿司です。もしね、カーメヨンカマルチェ、サンガスタジアムのね、もし来られたら、この焼きサバ寿司、すごいおすすめします。はい、サンガスタジアムなんですけどね、サンガスタジアムのね、ほんまのね、目の前にね、スターバックスがあるんですよね。こんなね、いいスタジアムね、ほんまここぐらいしかないと思うんですけど、でね、スターバックスのコーヒーも美味しいんやけど、やっぱりね、ここのね、サンガスタジアムのフードコートにあるね、この、コーヒー屋のっそりさんのね、このコーヒーの方もね、絶対美味しいしね、今日めちゃくちゃ寒いんでね、このね、一杯のホットコーヒーでね、体温めるのと、ね、このね、真ん前のところにね、足湯がね、あるんですよね。まだちょっと空いてんのかな、足湯は。11時からか。まだ空いてへんね。ちょっと早起きすぎたかな。でね、これ足湯があるから、ここで無料なんです、無料。無料の足湯あるし、ここでね、足温めてもよしね。ほんで、ここでね、スターバックスのコーヒーもあるし、サンガのね、試合開催時に席にはね、フードコートの中にある、コーヒー、ノストリアさんのコーヒーもね、美味しいし、ぜひこれも飲んで、欲しい一品となっております。足湯ね、もうちょっとオープンしたんで、ちょっと見て感じるけどね、こんな感じのね、足湯なんですね。これ無料なんでね、サンガスタジアムの前にある、足湯なんで、まあマナーね、守って、ここで温まっていってもらってもいいと思います。すごいね、やっぱり。はい、サンガスタジアムの方に、入場してきました。今日はルヴァンカップ第1節で、京都サンガ対柏レイソルですね。レイソルのサポの方もね、もう順調に入ってきてるんですけどね。まだ、今ちょうど11時半ぐらいかな。ちょうど、入ってきて、まあ、全部指定席やからね。まだそんな急いで、入らんでいいと思うんですけど。VAR のカメラがね、なんか、どこやったか VAR のカメラあるんかな、どっかにあるとか言ってたけど、多分ゴールラインとかの方にあるとか言ってたけど、やっぱりサンガスタジアムはいいね、綺麗やね。もうそれでは、ちょっと自分の席いつもね3階なんで3階の方に、移動します。はい、3階席の方のね、N30 番とか土の方でいつも座ってるんですけど、2階席の方はね、ほんまもうガチガチにね応援して、端っことかの方でもね、手拍子打ってみんな元気よく応援してはるとこと、まあ、あと2階席やっぱりピッチに近い部分があるけど、ここのね3階席もね、こう上から、ね、俯瞰的にね見れてなかなかいい席なんで、いつも、こっちが、まあ、と、まあ、うちのいつものね、サポーターのメンバーと一緒にやっている席がここになってます。このね、上の方とかもね、なかなかすごい迫力のあるね試合で、見れる席なんで、まあこっちがゴール裏3階席、いつもこの辺で見ております。ええのかな。原田正和です。リッチーです。京都バルコニーテレビチャンネルのダルキーです。こんにちは。やっと会いましたね。久しぶりに。はい、この前は候補者ね。なんかね、開幕戦やっとね、浦和レッズに、うん、思い出してね、鳥肌が立つ。鳥肌が立つ。はい、それですね、今ちょうどね、三毛猫チャンネルさんとね、ちょっとお会いして、ちょっと一緒にね、撮影してたんですけど、ラベッキーのね、カメラ逆光で全然映ってなかったんですよね。で、三毛猫チャンネルさんの方のね、方ではちゃんと撮れてると思いますんで、またよろしかったらね、三毛猫チャンネルさんの方、見ていただいたらいいと思います。
はい、ルヴァンカップ、柏レイソル戦が終了しました。1対1ドローでね終わっちゃったんですけど、前半ね、大学在籍中の、選手がね、テンプテン入れたんですけど、後半いきなりねレイソルに入れられて1対1のドローで、ちょっと戦力不足な部分があって、ちょっとなんかがむしゃらな部分がちょっとね若干ね薄いなっていう、ちょっと眠たい試合やったんですけど、まあ、1対1ドローでなんとか、ルヴァンカップ第、柏レイソル戦ですね、終了しました。めちゃめちゃ寒いですわここほんまに。さて、外でちょっとね、ナベッキー今から仕事行きますんで、そうそうと退散します。それでは、次ねセレッソちょっと、行けないんですけど、次3月2日のまたルヴァン、サガン突戦かな、それは、行きますので、またそちらで、もし3月スタジアムで、ナベッキー見かけたらお声かけてください。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さよなら。